これた。おかえりなさいませ、マスター。あ、うん、ただいまーって、やだ、ごめんなさい、お家間違えました。間違ってない？あの、ここって私のアトリエだよね？はい、マスターのアトリエです。マスターって私のこと？なんで？それに君は？なんで私のアトリエに？ようやく帰ってきたか。待ちわびたぞ。あ、師匠、なんか知らない子がいるんですけど。知らないことはひどいな。この子はお前の妹だぞ。は？妹？前に欲しいと言ってただろ。だからわざわざ私が作ってやったんだ。あれ、作った？ちょっと待ってください。頭が混乱して。いわゆるホムンクルスというやつだな。どうだ、こうして見ると本物の人間と区別できないだろう。ホムンクルス。ホムンクルスも知らんのか？お前も錬金術師の端くれならそれくらい自分で調べろ。はい。何でしょう、マスター。名前はなんていうの？なんて呼んだらいいかな？名前はまだありません。好きなようにお呼びください。せっかくだ、好きなように名付けていいぞ。そんな、急に言われても。でもな、ここはやっぱり、いやいや、じれったい。もうこいつの名前はホムに決定。私に決めさせてくれるんじゃ。ホム、わかりました。ホムの名前は今からホムです。あ、決まっちゃった。ひどい師匠、そんな安直な名前なんて。ホム、ホムちゃん、ホムちゃん。あ、でもなんか可愛いかも。名前も決まったので、ホムは働きたいと思います。マスター、何でも命じてください。命じて？命令しろってこと？ホムは私とお前の命令には絶対服従だ。錬金術の基礎も仕込んである。こき使うって、そんな、こんな小さい子に命令なんてできませんよ。見た目が子供なのは単に私の趣味だ。気にすることはない。頭の回転も運動能力もお前よりはるかに上だからな。それはそれで私の立場がないような。マスターのために働くことがホムの存在意義です。マスター、どうぞご命令を。そこまで言うなら。でもこれって全然兄弟じゃない気がする。